まあ嘘なんですけどね。は？というわけで本日はエイプリルフール。何の嘘を言っても許される。ほんとすみませんでした。どうか低評価だけは押さないでください。お願いお願いお願い。手のひらくるっくるで草。てなわけで、悲しくも騙されてこの動画を開いてしまった諸君のために、今回は同様に、毎年エイプリルフールで騙される悲しい男の子の紹介。というわけで今回は、今年こそ騙されない、4月バカのビタ列伝、だ。いいな、そんなでたらめに、引っかかるもんか。というわけで本日は4月1日、エイプリルフールで騙され続けるのび太について、今回は掲載年月日順に解説していこう。まず、作中最も最初にエイプリルフールが行われたのは、1973年4月小4連載、コミックス3巻嘘つきであり。なぬ。静香ちゃんがこの俺を？男らしくて、ハンサムで、素敵だわーって。やっと、俺の値打ちがわかったか、むしろふふ。嘘？また。今日は4月1日だから、嘘をついてもいいんだぞ。4月1日？お前、何を勘違いしてんだ。今日は4月2日？しまった。ということは、殴られても文句言えないな。言えない。今度は4月1日だよ。ああ、騙された。と、このようにエイプリルフールで騙されたのび太。この後スネ夫と静香ちゃんにも騙されたようで、みんなから格好の的にされているんだな。まあ日付の嘘を見抜けないぐらいだしね。そう、それゆえに翌年も格好の的にされてしまい、1974年4月小4連載、コミックス7巻、帰ってきたドラえもん。これは原作でも最も有名な嘘の回、1話前、諸事情により未来に帰ってしまったドラえもん。それゆえにのび太は気持ちが落ち込んでいる時に、キノコを見つけたんだ。と、ここに来てスネ夫が世紀の大発見、そして空き地の土管に追い込んだというが、ひどいいたずらするなぁ。と、どうやらツチノコの発見は嘘でのび太のいたずらだったのだ。だが、そこへ追い打ちをかけるように。お、のび太、ここにいたか。お前。落ち着いてきてよ。今そこで、誰に会ったと思う。ドラえもん。と、まさかのドラえもんの帰宅に文字通り言葉にならないほど喜ぶのび太。が、しかし、ツバツバか。と、またしてもエイプリルフールで騙されてしまい、スネ夫とジャイアンに笑い物にされてしまうのだった。スネ夫も犬に襲わせたりなかなかえぐいけど、ジャイアンはもうアウトだろ。それだけ残酷な仕打ちを毎年受けているんだな。ただ、当然2年も連続で騙されたのび太は疑心暗鬼になり、さらに翌年の1975年4月小4連載、コミックス10巻、ハリセンボンのマスでは、のび太くん、なんだ、言いたいことがあったら早く言え、君に電話。んだ、そんなでたらめに引っかかるもんか。本当に電話だよ、スネ夫くんから。うるさい。何してんの、早く電話に出なさい。ママまでそんな嘘を。いつママが嘘をつきました。と、ありえないほど人を疑うようになるのだ。そしてこの後、スネ夫から切手のコレクションをあげるから家においで、ジャイアンからはケーキが山ほどあるから食べに来いと誘いが来るのだが。デイだ。と、疑心暗鬼になりまくったのび太は誘いに乗らなかったのである。明らかに嘘っぽいしね。そう、でもなぜのび太がこんなに疑心暗鬼なのか。わかった。今日はほら、4月1日、エイプリルフールだから。なんだ、そうだったの。いや、笑い事じゃないよ。かわいそうに毎年騙されて、みんなに笑われてるもんだから、今年こそは騙されまいと、誰も信じられなくなってるんだ。なんとかしなくちゃ、と、3年目のエイプリルフールは超警戒態勢で臨んでいるのび太なのであった。さすがに3度目はかわいそうだな。そう、なので毎年騙しているジャイアンスネ夫静香ちゃん。この中で静香ちゃんだけはさすがにやりすぎと思ったのか、このような発言をするのだ。いくら4月バカでも、喜ばせといてがっかりさせるのはかわいそうよ。それより、びっくりさせといて後でホッとさせる方が親切だわ。と、あくまで嘘をついて騙すことはやめない静香ちゃん。全然親切じゃなくて草。それゆえに静香ちゃんはこうも続ける。あたし、親切な嘘をついてあげよう。何言ってんだこいつ？と、もはや親切な嘘とは何なのか、むしろジャイアンは騙すんじゃないか。と、やっぱあの女が一番怖いぜ、みたいな風にすら取れるのだ。そりゃのび太も疑心暗鬼になるわけだわ。ちなみに静香ちゃんってどんな嘘つくんだろう？そりゃ優しい嘘だぞ。あんたの映画鍵よ。と、副賞じゃねえか。と、結局静香ちゃんであってもこのように毎年のび太を嘘で落とし入れるので、あのようにありえないほど疑心暗鬼になるのび太なのであった。そりゃ4月1日を警戒する理由もわかるわ。うむ、それゆえにこの回はドラえもんが助けてくれて少しは心に救いが生まれたのか。その翌年もまた騙されちゃうんですけどね。翌年1976年4月小6連載、コミックス11巻、化石大発見では、と、宝の地図を手に入れたのび、宝の地図がなんで、だから言ったろ。そんなもんインチキに決まってるって、4月1日だからな。スネ夫たちに騙されたんだよ、と。
と、またしてもスネ夫によって騙されてしまうのび太。なぜこんなわかりやすい嘘に騙されるのか。騙されやすいゆえに、みんなに嘘をつかれちゃうんだろうな。という感じに、4年にわたって騙され続けてきたのび太だが、実は原作における連続したエイプリルフールネタはここまでで、あとは個別でいくつか登場しているのがあるだけなんですね。それでも騙されてるのね。うむ。ではどんな形で登場しているかというと、1989年7月小56連載、コミックス41巻気まぐれカレンダーでは、いつでも自由に日付を変えられる気まぐれカレンダー。この月は7月だったのだが、作中のび太はあらゆる月日に変えまくった結果、地球の地軸がしっちゃかめっちゃかになり、太陽が地球に迫ってしまったという。そして、地球最後の日、急いで宇宙救命ボートで地球を脱出しようとしたら、そうだ、しずちゃんを置き去りになんてできないぞ。と、しずかちゃんに声をかけるために走り出したその時、と、残念ながらのび太は地球に取り残され、残った地球人ともども滅びの道を歩むのであった。え？マジか、というのは嘘エイト王。もういいよ、災難訓練機を止めて。怒っちゃいけないよ、エイプリルフールだもの。と、のび太を反省させるために親戚一同でのび太を騙しているのだった。まさかのパパママおじさんまで。そう、原作でも珍しい両親やおじさんが騙してくる回でもあったな。こんなんやられたらのび太余計に疑心暗鬼にならないか。まあ確かにその可能性はあるかもしれないが、実はこれ、過去に似たようなことをのび太がやっていることもあって。え？それは1973年12月小3連載、コミックス3巻日付変更カレンダーにて、今度は日付変更カレンダーという、先ほどの気まぐれカレンダーとほぼ同じ道具だが、腕時計型で、日付は変わっても季節そのものは変わらないこの道具。作中のび太はクリスマスにしたり正月にしたり、両親を困らせるようなことばかりしていた。なので当然両親には怒られ、のび太は説教をさせられるのだが、この時ののび太はもう一枚上手だった。説教を聞きながらのび太が指定した日付は、なんだ、両足がついたくじゃないの。それじゃ、騙されてもしようがないや。と、すべてエイプリルフールということで片付けてしまい、先に嘘の仕打ちをしたのはのび太なんですね。これに関しては自業自得だったわけね。そういうことだな。という感じにいろんなエイプリルフールネタを見てきたが、次が原作最後の登場で、それは1990年4月小4連載、コミックス43巻宇宙戦艦のび太を襲うにて、絶対に外れないよチム雨で、謎の宇宙人が地球を征服しに来る夢を見たのび太。それをジャイアントスネ夫に話すが、とまあ当然といえば当然だが一周されてしまうのである。だが、この話を信じてくれる少年が一人いた。え、宇宙人だ、大変だ。急いで対策を立たなくちゃ。と、なんとデキスギ君は信じてくれるのであった。故にジャイアントスネ夫も信じてくれることになり、みんなは一致団結することに成功。まさかのデキスギ。やっといたって時は頼れるやつ。なんだ君たち本気にしてたの。なんだって。今日は、4月1日エイプリルフールだよ。せっかくだから、のび太くんの嘘に騙されたふりをしてあげたの。と、実はデキスギは本当は信じてなどおらず、エイプリルフールという日も相まって、良かれと思って騙されたふりをしているだけだったのだ。そのせいでのび太はジャイアントスネ夫にボコボコにされ KO。デキスギいいやつなんだけどタイミングが悪かったな。うむ、せっかくデキスギが騙されたふりをしてくれたのに悲しいエイプリルフールになってしまったな。という感じで以上がエイプリルフールネタになるのだが、実はのび太はエイプリルフールに関わらず、常日頃から騙されていることも多く、え？有名なところでいくと、コミックス9巻、世の中嘘だらけでは、100円と50円のアイスを買ったのび太、そこへ現れたジャイアンはこう言うのだ。安い方でいいや。これも10円。だがすぐにジャイアンは戻ってきて、やはり100円のにする。と言って立ち去ろうとするが、のび太が50円足りないと抗議するのだ。だがしかし、ここでジャイアンが主張するには、お前頭悪いな。いいか、よく聞けよ。初めに50円払ったな。うん。今50円のアイスは買ったな。50円と50円合わせていくが。ちょうど100円。150円持ってってどうして50円の2個しか買えないんだよ。僕も初めは変だと思ったんだ。だけどよく聞いたらわかったよ。と、明らかに騙されているにもかかわらず、それさえも理解できていないのび太なのであった。なぜ気づかん？これ元ネタは落語のつぼさんというのだが、頭で理解しててもあれ？ってなるようなネタだから、鼻から小学生には少し難しい話だと思うんだけどね。それを巧みに使うジャイアンの狡猾さよ。ハリポタならあいつ絶対スリザリンだわ。エイプリルフールでもドラえもんが帰ってきたっていうエグい嘘つくしな。とまあ、エイプリルフールでなくても騙されるのび太なのだが、騙されるのはこの回だけでなく、コミックス16巻ウルトラ鎧では、ジャイアンに殴られても平気なように、鎧を出してほしいというのび太に対しドラえもんは、ウルトラスペシャルマイティストロングスーパー鎧、という道具を出すのだが、なんとこれはバカには見えない鎧らしく、のび太には当然見えているらしい。なので鎧を着せて、意気揚々とのび太は飛び出していくのだが、おい、ちょっと待てよ。まさか本気にするとは思わなかった。裸の王様の話を知らないのか。
ると、童話を知ってか知らずか鎧が本当にあるものだとのび太は信じ込んでしまうんだな。ここまであからさまでも騙されるのか。そう、のび太は良くも悪くも人を疑うということを知らないからな。そのことに関しドラえもんは、先ほどの世の中嘘だらけにて、無邪気というか、お人よしというか、もう少しこすっからくてもいいかな。正直者がバカを見る世の中なんだから。と、さすがにドラえもんですら心配する始末。悪いことではないけど、度が行き過ぎるのもダメよね。そう、だがドラえもんはこののび太の性格を逆手に取ることもあって、それはコミックスプラス3巻、チャラガム。この回、いつになく勉強することを決心するのび太だが、と、結局ものの数分で遊びに出かけてしまうのだった。そこでドラえもんがのび太に出した道具がこの、シャラガム。噛むとどんなことでもやり遂げる力がつき、この回、のび太は幾度となくくじけそうになるのだが、すべての行動を最後までやり遂げるのだ。だがしかし、実はあのシャラガムはただのお菓子であり、ドラえもんはのび太を騙して道具を渡したのだが、プラシーボ効果か、嘘でのび太は最後まで物事をやり遂げるのであった。のび太は騙されやすい上に、嘘と気づくまで非常に時間がかかるから、逆にそこを利用したってことなんだね。そう、だから先ほどのウルトラ鎧も、最後の最後までのび太は嘘だと気づかなかったので、鎧なんてないのに、ジャイアン相手に気迫だけで勝利するということまでやってのけるのだ。騙されやすいがゆえに、逆に信じさえすれば何事もやってのけるっていうメリットでもあるわね。うむ、のび太は毎年エイプリルフールでは騙され、そうでなくても騙されることは多いのだが、騙されたら最後、それを嘘だと気づくまで信じ抜く力を持っており、悪く言えば盲信的、よく言えばどこまでも正直な子ってことなんだろうな。というわけでこれにてエイプリルフールで騙されるのび太、そしてそうでなくても騙されるのび太の解説は以上にするぜ。コミックス初期、のび太はエイプリルフールになるたびに騙され、3年目ではついに身内も疑うほどの疑心暗鬼になっていた。さすがにかわいそうだと思ったドラえもんがその会話手を打ったのだが、翌年にはまた騙されてしまう始末である。だがそんなのび太も黙ってはいない。日付変更カレンダーで両親を一度だけ騙すことに成功するが、結局、気まぐれカレンダーで親戚一同にしっぺ返しを食らうのだ。そして騙す?つもりはなかったにしろ成功っぽい嘘をできすぎくんにしたり、そのせいでジャイアンとスネオにはボコボコにされてしまう始末である。だが、のび太はそもそもエイプリルフールだけで騙されるのではなく、ジャイアンにツボ算ではめられたり、ドラえもんには良い嘘?のび太には葉っぱをかけるために嘘の道具で騙されることもあるのでした。というわけで今回は騙されるのび太について解説してきたが、実は騙されることも多いが、のび太自身も嘘をつくことが非常に多く、そうなんだ。それは次回また別の動画でまとめられたらと思います。というわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。